鍋式の蒸し器と、せいろ蒸し器は、蒸し料理を作るための調理器具である。一般的に、あらかじめ水を加熱して、蒸気を発生させておき、それから調理したい食材を入れる。簡易かまどに釜を乗せ、その上にせいろを置いた、蒸し器電気式蒸し器蒸し器には、様々なタイプのものがある。詳細は、せいろを、参照せいろ、せいろは竹焼きを編んで作られたもの。 丸い中華せ炉、四角い和せ炉などの種類がある。多くは多段式であるが一段のものもある。そのまま食卓に出して食器としても使われることもある。水を入れた鍋や釜と組み合わせて用いる。大分県などの温泉地で見られる地獄釜は温泉の蒸気を利用して地獄蒸しをするための施設で和せ炉と組み合わせて用いる。詳細は古式を 山椒古式は瓦家で作った米を蒸すための古代の器具。水を入れて、下から火で熱する歴の上に乗せて用いる。竹製、木製のせ炉のほか、金属製で多段式の蒸し器も一般に多く用いられる。ガスレンジや電磁調理器などの熱源に乗せて使う。構造は水槽、実を入れる底面が、すのこ状になった部分、それから蓋の三つの部分に分かれ、それぞれ、 取り外しができる。食材を入れる部分が2段以上あり、一度に多くの食材を蒸せるものもある。なお、多段式の蒸し器で長時間調理する際には、上段と下段とでは、熱源からの距離が異なるため、蒸しムラが生じないように途中で上下を入れ替える必要がある。なお、電子レンジで使用できるように金属ではなく、強化ガラスや陶器を用いたものもあるほか、 電子レンジ調理専用の耐熱シリコン製のシリコンスチーマーも販売されている。業務用には一度に多くの食材を蒸すことができるよう、電気やガスなどの熱源を用いて蒸気を庫内に発生させて使用する熱源一体型の蒸し器もある。コンビニエンスストアなどで見られる中華万用のショーケースを兼ねた蒸し器は、三重県の井村屋が安満を販売促進するために考案した。 フライパンに台を入れて冷凍食品を吹かす。通常はフライパンに蓋をする。鍋や容器の中には通常の用途以外に付属品により蒸し器としても使えるものもある。目皿などと呼ばれる足付きの蒸気を通すための細かい穴が多数分けられた皿や足の短いごとくを使うことにより食材に直接水を触れないようにして蒸すことができる。深手の鍋。 中華鍋が一般的に使えるほか、圧力鍋、電子レンジ容器などにもこうしたものが見られる。付属品以外でも、フリーサイズ蒸し器などの商品名で、任意の鍋を蒸し器にすることができる器具も販売されている。また大きな鍋と小さな皿を組み合わせることで、蒸し器の代用ともなるが、これも副次的なものの一つである。詳細は、多人鍋を、 山椒北アフリカの水が貴重な地域では、食材が持っている水分だけを利用して蒸し焼き料理を作る多人鍋と呼ばれる陶器製の鍋が使われている。類似の蒸し焼き料理は土鍋やフライパンを使っても作れるが、多人鍋の方が密閉性が高めであり、蒸気が逃げにくい。ありがとうございます。